私の記憶が確かならば、カイドウの神様はこう言った。業界のトップに君臨するのはカイドウの鉄人なのだと。私は神様にこう言った。いつか鉄人を超える存在を作り出してみせると。そんな夢を実現させるため、私はカイドウの館を作り出した。カイドウの館へようこそ。可愛さとセクシーを兼ね備えし者、それが我が館のお嬢様方です。どうやらその美しさに魅了された者がやってきたようです。お入りなさい。私服の楽しさと喜びを与えようではありませんか。あ、フリーズした。フリーズしました。それでは4人のお嬢様の中からご指名くださいませ。芸術的なセクシーを追求する究極の美貌、森崎智美お嬢様。膨らむ妄想、すべてを魅了するフェロモン、紺野アンナお嬢様。大と小を兼ね備えている魅力、長澤まりなお嬢様。人は彼女を天使と言う美少女志願兵、天塚萌えお嬢様。いやー、ちょっと選べっていうのはね、これはちょっと罪ですよね。1時間ごととかダメですか。一人ずつこうじっくり。あ、ダメダメだな。そうかな。紺野アンナお嬢様でお願いします。ご指名ありがとう。私の虜にしてあげる。あのエロさの中にも朗らかさがあるっていうのが、まあ、まず第一印象ですよね。なのできっと、打ってる最中もそういうところがね見られるんじゃないかな。でこの仲良くなればここから先一番何かありそうな可能性を感じましたね。なんで僕はその可能性にかけてみたいと思います。第一印象はマリモっていうお名前だったので、なんかもっと可愛らしいポワポワしたイメージだったんですけど、なんか意外とちゃんとした男性でした。なんでマリモなんだろうって思いました。はい、では行きます。お、はい、ありがとうございます。3番です。カイドウの女帝ではオリジナルの名刺を配布。お嬢様が勝利すれば特別な名刺をプレゼントいたします。お嬢様が敗北した場合は番組オリジナルクオカードを3名様に。オリジナル名刺は番組内だけでなく来店、生配信など様々な企画で配布。すべて集めた方には女帝からのスペシャルメッセージ付きの豪華プレゼントがあります。チャンネル登録してコンプリートを目指してくださいませ。さあ、女帝おはようございます。おはようございます。はい、緊張してんですか。緊張してんですか。はい、緊張してます。
いや女帝なんだから、はい、好きな台本お願いします。いいですか。もちろん。ではじゃあそうですね、バジリスク。バジリスク、はい、僕が最も、はい、得意とする騎士ですね。あ、そうなんですか。あら、いや、いいです、あなたのフィールドで戦いますよ、はい、僕は。私すごいバジリスク好きなので、はいはいはい、データとか見ちゃってもいいんじゃないですか。でどこ？あ、ここか。タッチパネルじゃないか。でも常連さんは番長ゼロの方が選んでますけど。そうですね、みんな真っ先でこっち行った、うん、でも女帝はバジリスク。バジリスクなんでしょ。そう、番長いる人が、あ、こっちにすればよかったって思うぐらい、ね、声面書かせてやるわけだ、はい、私ここにします。あ、わかりました。じゃあ僕隣でバジリスク絆で対戦です。わかりました、お願いします。お願いします。今回の対戦台はこちらでございます。バトルスタート。改めまして、はい、カイドウの女帝の今野アンナです。 ありがとうございます。ちょっと挟んで渡してほしいな。すいません、そういうのはちょっともうちょっとあの払ってからもうちょっとすいません、女帝はそんなあれなので。そんなことしないんですか、はい、じゃあありがたく頂戴します。はい、お手柔らかに。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。いただきました。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。1年ぶりぐらいですよ、1年以上打ってないと思う。結構じゃあ多分大チャンスですよ。街道の鉄人、マルハンチャンネルでやってる、はい、あれで打った以来かもしれない。あ、その時は成績はどうだったんですか。その時は もちろん勝ちましたよ、そんなこと。お、相手があのしょぼい鉄人だったんで見た目だけ、見た目だけちょっとなんかあのキャラクターに寄せてるっていうだけで、性能は著しく低い鉄人だったんで。であれが最後だと思うんだよな、まともにしっかり打ったのが。でそれが多分もう1年以上前だと思う。鉄人をやっつけた機種ですから、まあ望むところですわ。くしくも陽介さん、その時の鉄人陽介さんと同じカラーなので。 あなたが紫、はい、女帝はどうなんですか、得意とか不得意とか。一回仕事で、お仕事で、はい、初めて打ってすごく楽しくて、はいはい、そこからプライベートで打つようになったんですよ。ハマっちゃって、はいはいはい、でそれからはなんか結構フリーズ引いたりとか。出た、フリーズ自慢出たよ。そう、もう嬉しくてその時動画とか撮っちゃったりしましたけど。ありがちなやつですよ、フリーズ自慢。フリーズ自慢、もう絶対これ言っちゃうあるあるね。そう、でもそれからアニメも見たりして。あ、まあまあアニメね、見たくなりますよね、はい、これはね。ちなみにその戦績的なことはどうなの。戦績的なトータルで勝ってる負けてるとか。あ、全体でですか。あんまり考えたことない。当たった。そんな勝手に止まるんじゃなかったかな。勝手に止まるんだった前違いましたよね、5号機の時は。これあのだったんですよね。僕もあの毎回忘れるんですよ。そうだそうだ、打つたびに忘れる。あ、乾杯続いた。これは夜です。吉田宿、吉田宿なのか、宿場町みたいなことだから吉田宿なのか。いきなり先行されちゃったな、はい、あ、赤い。これはいいんじゃないでしょうかっていうレベルですこの程度です。同じぐらいかもしれないだから、まあ、知識レベル的にははい、本当にしょぼい戦いですあとは引きで見せるしかも。はい、 OK。 89ゲーム3000円で当たりましたよ。こっちで88か。さあどっちか。もう名刺効果じゃないかな。
はい、食です、ね、はいはい。あれここって今揃ったタイミングで出たの？今つくの？私ここの色があるんですよね。ここですか？うん、示唆してて、まあ、赤で AP 入んなかったら設定4以上みたいな。なるほど。どうやって示唆した？これか。ゲートスケで行きますか？じゃあ、はい。接触不良。あ、惜しい。456人だったら高設定確定だったの。このこれだとあれですよね。パター出してると似てるじゃないですか。ドスケベなとこが似てるじゃないですか。色仕掛けだとこがあれも俺行くんじゃない。あれ行かないの。いかんのか。いやこちらもダメでした。ダメでした。喋ったりするんじゃなかったっけ。突破せず。ここじゃない。ここじゃないか。 BT 終了。同じくこちらも突破してしまいました、はい、なんで街道の女帝になったんですか。スロットは好きなので。あ、なるほど、ね、やっぱり女帝はそのコスチュームじゃないですか。はい。それでやっぱりホールパチンコ屋さんにいるのってやっぱちょっと恥ずかしかったりする。恥ずかしいですね。やっぱ恥ずかしいんだ。一番恥ずかしかったのは外で並んでる時ちょっと恥ずかしかったです。夜のお店で働いてる人もその格好でうちに来ないじゃないですか。そうですね。じゃあ着替えてくるでしょ。一応でも戦闘服なんで。あ、そっかそっか、はい、女帝のね。はい。でもなんか最初はやっぱり直視していいもんなのかと思うんだけど、もはや見慣れてくると。いや、みんなそうやって言うんですよ。慣れてきちゃうって。そうそう、だからずっと言うとなんか、まあ、あ、見えてるなぐらいな。そういう感じの服なんだな。そうですよね。私が飼ってる猫ちゃんがマリモって言うんですよ。おー、なんだよなんだよ、どうしたよ。俺からつけたでしょ。絶対俺からつけたでしょ。だって俺のが絶対長いもん。マリモ歴長いです。猫ちゃんより。しかもひらがなも一緒なんですよ。普通カタカナだからね。マリもね、あかん言葉に習うならね。この仕事始めた当時は髪の毛がパーマかけてて、まあ、マリモっぽく見えたようなんですよ、先輩にね。でそれを見た先輩がお前マリモなっていうのでこのペンネームをいただきまして。あ、そうなんですね。20年使っております。あとで見せますね、マリモ。あ、ありがとうございます。シンパシーを感じるかもしれないね。もしかしたらこの猫ちゃん。こっちは結構いいんじゃないですか、これ。結構なチャンスかな。あー、来た、はい、確定しておる。今それでも何もあるかい。追加3000円、99ゲームでございます。さあ、このセリフも何かあった気がするな。叩くんだっけ。違うか。ここでも選べる。さっき玄之介がちょっと役に立たなかったんで天然でいこうかな。天然さんに華麗に復活してもらいましょう。それすごいびっくりするやつですよね。そうラスト残念。今日は何枚出す気ですか。何枚出せるコンディションですか。1000枚ね。分かった。じゃあそれを超えていけば俺の勝ちってことだ。1000枚くらいは出したい。1000枚くらい出したい。女帝はおいくつなんですか。私は、はい、33です。33、ゾロ目だ。大人ですよ。大人ですね、はい、大人の女性だ。はい、大人の女性。だから女帝なのね。なるほどね。なので女帝の中では一番上ですね。クイーンオブ女帝ってことですね。そうかもしれないですね。女帝の中
かな女帝じゃあ負けらんないね。しかも今回からなんでしょ。そうなんです、今日第1回目なの で、ね、私もねどんな感じになるのか楽しみなんですけど、女帝の中のボスでかつ初回の収録、はい、ここで負けてるようであるとちょっとね、ちょっと先が思いやられる、はい、みんなにすごい責められちゃうかもしれないそう、まだ、はい、私が素質があるかどうか。え、ねえよ、まだこんなハマってんだあるわけねえだろ、何言ってんだよふざけんな、まだまだ何もないでしょ、まだ分かんないですよね。1回しか当てても使わなくてんだから素質ないでしょ、どう見てもまだ分かんないですよね。いや、もう分かってるよ、大体。分かる、もう分かってんの、マジで。もうマジでもう女帝終わりだよ、嘘マジで。もう他の3人の誰かにあのそれは辛い、トップを奪われてますよ。嘘でしょだって全然当てない、マジで当たんないんだけど。バジリスクチャンスすら当たんないんだから、やばいですよね。もうじゃんじゃん当たってますよ、こっちは。はい、239トータル1万1000円か。でもこっちもそこそこ使ってるな。おぼろ？いや、猿之助でも一回信じてみよう。おあ、やばい、熱い。揃ってくれるかも。ほら、揃う、揃わないです。なんだなんだなんだ、いいな、私も狙いやりたい。三立てですね。最終ゲームで共通レール、強ベル。早かったね。早かったですね。28回。そうだよね。青か。でも移植。ここの次で流れるの。そうですね。お、あ、流れ星。流れ星だよ。流れ星だよ。流星群か。流星群。次回モード B 以上です。B 以上。はい。じゃちょっと進展した恋人みたいな感じです。はい。ちょっとプラトニックな、 B 以上かな、ここから少し進んだかなっていう。大事なところですね。そうね、ここから先に進めるかどうか。慎重に行きたいですね。ここでしくじると、うん、ちょっとあんまり急ぎすぎると、ちょっとね、嫌われたりしちゃうから、はい、離れてっちゃう可能性あるから気をつけた方がいいです。そうなんだ初スロでもそういうのあるんだ切ねえなぁ。いや、まずいですね、これは。2人ともまずいですね。相当低レベルの戦いしてますけどちょっとこの子怪しい気がしてきました。怪しいのはあなたの引きじゃないですか、ね、私か。いや、でも僕もですよ。そう、もう535の5回でしょ。もうやったね、やったね、やりました、やったね、やりました。でも、もうあの戦ってるんですけど、早く入れてください AT に。もう泥試合だった。バジリスク絆2の動画なんても世の中にも腐るほどあるんですよ。ああ、いった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 、さすがにじゃないですか、それは。わかんない、あ、来た。あ、まあ、もう大丈夫でしょう。いや、さすがだな。ありがとうございます。さすが女帝だよ。よかった、嬉しいね。もう負けでいいんで、あ、違う台打っていいですか
嬉しいね。さすが自分で選んで。これハマってくれたよ。え、2個目ではない。それが光って3対5。3対5。あ、緑。あ、巻物だね。これな。これだってなって。これ。これだってなって。あ、青色。良くないですね。初戦敗退の可能性ありますか。頑張れ。あ、間違えた。やべえ。待って。また間違えた。何を？押し順？押し順間違えてる。じゃあ何ができんだよ、押し順も守れねえなんてよ。やばい、緊張して間違えた。緊張するわけ。緊張するの？押し順に？オーマイガー。最後になっちゃった。あ、でもほら、1ゾロだ、1ゾロ。ラッキー。ラッキーだ。設定1ってことじゃないですか、それ。何やってんだよ、せっかくってた、本当に。みんなの、今収録現場全部の希望を背負った当たりだったんですよ。これでダメだったらもうダメだみたいな空気あったでしょ、今。調子が上がってきたんじゃない。今度こそ押し間違えないようにしないと。あのね、目標が低いんだよ。目標が低いの。なんか調子が良くなってまいりました、ね、そろそろ来るんじゃない。押し順間違わなければ。いや、それはまあまあまあ、そう。ここは頑張っていこう。さっきと変わんないね。もう一ゲーム回したんじゃない。ここで流れるの。いい思い出になりそうですか。いやいや、どこがよ。すでにでしょ。まあそれは女帝と並べてね、並んで打ってるってのはいい思い出ですけど、はい、実践的にはもうゲもゲですよ。当たらない、当たらない。この女帝の4人で戦ったらいいんじゃないですか。あ、それは面白そうですね。真の女帝を決める戦いです。うんうん、4人並んで首とかないですよね。いや、じゃ俺が決めるわけじゃないって。別にプロデューサーでも何でもないから。772。ここで当たったとてだよな。あ、ここで強チェリー当たるじゃない。当たりました。すごい。トータルで17,000円ですね。261。この引きはちょっとあれかな。天井行ってから取っときたかったね。天井行って AT 入れてすぐ当てるという。あんなカラーですよ。紫ですね。仕事してくれるかな。残念、残念、無念。続かず、続かずで、結果あと24ゲームで。バジリスクのアニメでキャラクターで一番好きなの誰ですか。ヤシャマル。ヤシャマルがいい。だいたいどうして。イケメン。ヤシャマルとホタルビのあのエピソードはラブラブ、はいはいはい、すごい好き。世界の中で唯一結ばれてる2人でしょ、あそこが。だって最初から恋人同士みたいな感じですもんね。でも A、B どこじゃないです。もっと進んでますよ。あ、そっか、もう進んでるんですよ。だいぶ、まあ、先に。私だからこれキスシーン出てくるじゃないですか、はいはいはい、すごいそれ見たい。あるのかな。これあるの、あるんだっけ。そんなあります、あります。ありますか。確か あったはず。僕はやっぱババアですね。ババアが一番やっぱ好きだね。もうなるほど。なんで、なんで一番儚いじゃないですか。切ないじゃないですか。あ、そうですね。だってずっと何十年も思ってた人とようやく結ばれたのが相手を自分の手で殺めた後ですよ。切ないですよね。泣きながら顔を流れていくシーンね。
やばいですよね。あれはね、もうちょっとあれはグッときますね、うん、あれを最初に持ってくるあたりが、うんうんうん、そうですね、ちょっとね、うまいなと心をわしづかみされましたね、うん、そうですよね。あ、異性だけどね、あんなに切ないことはないですよ。ということは僕はババアが一番、うん、名前忘れちゃったけど、おばあさま、おばあさまと男女とババア、わかんない、名前がわかんない。こんなこと言ってたら私天井です。じゃあさっき当てた分の BC のコインでなんとか持ちこたえましたので、ここは800過ぎてるんで33ゲームかで当たって、はい、同色なんで、でもここをね通せないとまた一からになっちゃう。どうしましょうかね。玄之助で勝ったところはもうお見せしたので、はい、女帝が、じゃあ私は天然さんで、ここ緑です。いけないかな、強チェリーとかな。ここでやれないと永遠に AT が、よいしょ、やりました。やっぱ天然だね。紫、女帝から、私が当てたみたいなもんですかね手柄を横取りにするスタイルあ、これは当たったかもしれないよ、当たり。お、じゃあ続いてください。ハイレベルの戦いをしよう。よしよしハイレベルの戦い、よしよしよし。あ、なんかピコッ言った、なんか、なんか言った、今ビリオンした。なんだビリオン、どんないいことがある。スタート画面はゲンちゃんです。セットストップがあるってこと。今なんかすごい音した。さあセットストップがあるようです。あ、しかも2つついた。チェリーか巻物か、ひとまずここは越えられそうなのでですが、ボーナス当たった方がいいことには変わりない。あれダメだったのこっそりひっそりここで引いてもいいの。ここはね、続くはずです、きっと。きっと続くはずです。頑張れ。はい。問題、こっから先だね。あー、いいな。あ、来た来た来た、ほら。かっこいい、かっこいい。ヤシャマル様。あー、何もつかん。ああでも夜です、夜です。あ、でも歌ってるわ、歌ってる歌ってる。歌ってますね。わ、あ、いいんじゃないですか。また歌ってる。ね、あ、本当だ。どんどん差はついてますよ。やばいです、ほら、どんどん猫背になってますよ。いいんですか、グラビアを飾る人が猫背でいいんですかやばいですよね。さっきまで結構コンスタントで当たってたんだけどな。あ、お、来たね来たね、いい感じいい感じ。ここはね、赤口角がついてるやね。500枚ぐらいまで行くのかな。10人、
お、赤がついた。チェリーを当てたらいいんですね。チェリーを引ければいいですよ。あ、昼間、お昼です。ここはチェリーを引かなくてはならない。ほら、終わっちゃいますよ。終わっちゃいますよ。頑張って、そちらも。二人とも通常時じゃもう話にならないよ。いやー、もうダメだな、さすがにここまで来ちゃうと。いやー、引けない。残念。4セットですか。残念。残念ですね。ほぼほぼ間違いない。残念。529枚でした。次で出るんだっけ。声はオファー出立の準備じゃん。まあ300枚ちょっとのマイナスなんで。さてと、私の番ですね。と女帝の右側に行こうかな。はい。何？いや、強い強い攻撃だ。すごい攻撃。強い方の攻撃。じゃあ移動しようかな。移動しますか。じゃあちょっと右側に移動します。AT が当たりが終わって、ただあれが、まあ、天井ねまで行っちゃったんで、まあ、あんま良くないんじゃないのということで。はい、女帝の右隣に来ました。本当は、はい、グラビアは何歳までやりたいとかあるの。子供を産んだら、結婚して子供を産んじゃったらグラビアしないかなって思います。すごい具体的。明確な、具体的で明確なところがあったんですよ、はい、ラインが。でも子供を産んで体型を戻すって大変そうだよ、ね。うん、あ、当たりました、当たりました。でこれ何回目、ちょっと叩いてください。次で5回目か。そろそろ当たってくれてる。そろそろですよね。青で弱い攻撃。あー、ダメか。ダメだね。今までいろんなそのタレントさんとお仕事してきたわけでしょ。はいはいはい。この人素敵だなっていう男の人って誰だったんですか。アーティストの、はい、あの清志龍神さんって。清志龍神さん、ちょっと僕存じ上げないんですけど、その方は。方がすごい好きで、はい、ずっと会いたいって言ってたんですよ。はいはいはい。とお仕事しました。どうでした。実物は素敵でした。素敵でした。はい、それはもう、まあ、その見た目とかじゃなく、もう人として素敵でした。人も見た目も歌も。清志龍神さん、はい、歌聞けば分かるか。はい、分かる。あと清志龍神25っていう一夫多妻制アイドルっていうのやった。何それ。全然ことなんですけど。それ大丈夫なんですか。一夫多妻制の時点であんまりっていう面白い、はい、でもすごい歌もよくて。あ、そうなんだ、はい、一夫多妻制アイドル。そうなんですよ。ずいぶん新しい形です、はい、そう。今はもうそれやってない、やってないでソロ活動なんですけど、はい、してるんですけど。ヨガヨならバッシング受けそうなアイドルだな。私は86かな。で当たりです。早かったですね。移動して正解かも。マリモさんも、はい、タレントさんとかとやっぱこうやって一緒に会う機会多いですよね。いや、タレントさんは少ないですよ。もうほんと同じ、そうですか、同じ同業者ほとんどが少ないですよね。じゃあ会いたいって人います。会いたい人今か、この仕事でってこと。そうですね、この仕事で、まあ、うん、仕事でか。この仕事でってなるとな。いや、あの柴咲コウさんとかは、うんうん、
まあ、どんだけ綺麗なのかとか実物見てみたいなと思うけど、あの人がパチスロ台の前に座ってる姿を想像できない俺は。確かに確かに。そしてあんまりそういうことしてほしいとも思わない。してほしいじゃないんですね。いやだやっぱ別世界でいてほしいなっていうのがあります。はい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 。来たんじゃない？もういいかも。分かんないけど来なかったね。来なかった。でもまたまだ煽ってる。あ、まだ煽ってるよ。煽ってますね。煽られてる。煽られてる煽られてる。これはいけんじゃない。あ、ね、来てる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 。もう一回来れば。え、ないの。あ、来た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 。多分当たります。あ、来たね。届いた。あ、おめでとう。これで6回目。次で6回目だね。それで、あ、でもこれだとここを透かしてもう次で当たるのか。ゲーム数とか800ゲームより手前で当たるか。トモロちゃんにしよう。あ、流れ星1個。1個だとまだ弱いね。まだ弱い。まだ弱い。近づけないぐらいな感じ。まあそうね、ちょっと名前を覚えたぐらいかな、お互い。超最初じゃん。源之助とおぼろっていうのを、あの子おぼろって言うんだなみたいな。あ、初めてあの、そうあそこ同士でね、出席表を見て、あ、おぼろちゃんなんだね。やばいですね。大丈夫かな。6回も当ててなおそのレベル。ここでお知らせです。今回の戦いで私が勝てばオリジナルの名刺をプレゼント。もし負ければオリジナルのクオカードをプレゼントします。応募の際はキーワードと勝者の名前を記載してください。今回のキーワードは打倒です。後半もお楽しみに。さあお願いしますよ。よいしょ。じゃあ直後に、あ、来てる、爆発してる。あー、すごい。来たんじゃない。おめでとう。来た。いろいろな企画で名刺の配布予定となっております。皆様からの高評価、チャンネル登録、温かいコメント、ご来店よろしくお願いいたします。